チャールズ・コンダーは、イギリス生まれのオーストラリアの画家、版画家である。ハイデルバーグパと呼ばれる、オーストラリアの印象派グループの重要人物である。クレーター・ロンドンのトッテナムで生まれた。父親は土木技術者で、父親の仕事で、1873年に母親が亡くなるまで数年間インドで育った。イギリスに戻され教育を受け、父親の意向で、 土木技術を学んだ。1884年に、オーストラリアで働いていたおじのもとに送られ、ニューサウスウェールズ州政府に雇われ測量の仕事を、したが、風景画を描くことが楽しみになり、1886年に測量の仕事を辞めて、エイリ新聞、イラストレーテッドシドニーニュースの挿絵画家に転じた。アルバート・ヘンリー・フルート、フランク・ピー・マホにミンズといった画家と知り合い、 シドニーで教えていたダプリンの教室で学び、ニューサウスウェールズ美術協会の会員になった。1888年にメルボルンに移り、アーサー・ストリートンと親しくなり、シドニーで知り合っていたトム・ロバーツと共同でスタジオを開いた。オーストラリアの風景を描いた作品を制作した後、1890年にヨーロッパに戻った。1890年以降はヨーロッパ、 主にイギリスで過ごした。パリではアカデミー・ジュリアンで学び、多くの前衛的な画家と知り合い、1892年にはアンリ・ド・トゥールーズ・ロートレックがコンダーの肖像画を残している。1895年には多くの芸術家が集まったノルマンディのディエップにも滞在して作品を描いた。1901年に裕福な未亡人と結婚し、経済的な安定を得たが、 晩年はサナトリウムで梅毒の治療のために過ごした。ありがとうございます。